去年泣いたけど今は。あ、そうですね。高いちゃんこっち。おっしゃれ。ちょっと下がれ。はい、少し下がろう。はい、バック。はい、下がって。下がる。少し下がって。下がろう。はい、座ります。僕は一緒にビデオも撮りよっけん。ダメ。みんな揃ったかな。みことちゃんおる？おるね。ガクは？おるね。みんな全員おる？どこだな。全員いますか？はい。本当に全員おっとや。わたかわいって言うけど。ほら周りほら前とか後ろとかみんなおる？自分の棒とか。はい、来ております。よし。はい。ほら。皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。きつかった？うん。はい。きつかった人？はい。ね、でもね、それが本当だと思います。みんなお家に帰ればね、ゲームとかテレビとか楽しくて楽なこともいっぱいあるけど、みんなは夏休みも苦しくてきついことをたくさんしましたけど、でもそのきつくて大変だったことはとても大事なことを皆さんは経験しました。今からもいろいろね大変できついこともあるかもしれないけども、大事なことを大事に思えるようにみんなに伝えていってほしいし、また今から中学生になってもまた次の学年に行ってもまた今日のことをねどっかで覚えててください。いいですか？はい。そして今日までたくさん応援してくれたご家族の皆さんとか、そして指導者の皆さんのことを決して忘れないように、自分たちが大人になったらそういう大人たちになってください。はい、ね、そしてこの大浦の町もまたみんなでくんちで盛り上げてください。いいでしょうか？はい。約束よ。はい、はい、お疲れ様でした。今日って2日間振りまいてくれたおじさんたちも嬉しかったです。とっても良かったと思いました。100点120点100 200点ぐらいかな。100点も300点もやりたから良かったと思います。家に帰ってお父さんお母さんがいっぱい褒めてもらってください。いいですか？じゃあ明日月曜日からまた稽古再開ということで。はい。やだー。大丈夫予定があります。勝政だけやけ。OK。 はい、お疲れ様。Thank you.
もがけ長い言えたらだってそういうこと言えたあずもよろしいですか皆さんお疲れ様でしたお疲れ様でした。実は今日おじさん誕生日で おめでとう。せーの、ハッピーバースデーチーズ。ハッピーバースデーチーズ。なんか違うところがあったんじゃないですか。おじちゃん、ハッピーバースデーチーズ。ケーキは今年ちょうど38歳になりました。本当にいい誕生日にさせてもらいました。はい、みんな話は聞いてください。お疲れ様。お母さん、はい、聞いてよ、しっかり。よくこの少ない人数で成功できたと思います。最初は人数が足らんできるかな、できんかなっていう話から最後こうやって成功することができたのでものすごく嬉しいです。本当お父さんお母さんたちと最初4本棒でスタートしたいということで、みんないろいろ募集をかけましたけども、やっぱりなかなか集まらず、今回2本棒ということになりました。本当はみんなに4本棒で担いでもらってね、してもらいたかったけど、人数がねどうしても足りなかったということで、でもこんだけの子供たちが、集まってくれました。で、あの2本棒も倉庫に眠ってたものを、みんなで作り上げて、で初代、2代目、3代目、で今回4代目、4代目としてまた新たな歴史を刻んだと思います。4本棒に比べて2本棒は軽いかもしれませんけど、上げるときに斜めになったり傾いたりすることがたくさんありました。でもそれはみんなが頑張って頑張れ、なかんと思ってたけどね頑張ってしてくれたから頑張ってしてくれたからね、ちゃんと上がったし、 YouTube やったね、子供生まれたしな、赤ちゃん生まれたしな、でね、いっぱい怒ったし、みんなに怒ったしね、バルトも最後怒られたしね。で、ご自宅で使わないような言葉は僕は皆さんのお子さんたちにいっぱい使いました。本当にすみませんでした。もう言うことない。もうちょっと言えんね。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。みんながとっても素晴らしい担ぎ手、しっかりとした担ぎ手で立派な奉納ができたと思います。で、大浦の人たちも元気になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。2日間、皆さんお疲れ様でした。お父さんお母さんたち、本当お疲れ様でした。おいちゃんも2日とも、みんなに付きたかったとけど、今回はちょっと仕事で疲れませんでした。コウタがちょっと泣いたけんのおいちょもう日本棒でよう頑張ったと思います。もうほんと難しく放り上げたら難しかったね。全然ね、練習中もね、練習の時もまともに上がったことなかったもんな、ね、けど本番はねきっちり合わせてきて、ワイたちすごかばいね、ほんとそれで6年生はね最後かもしれん、うん、またね中学校行ってまた来るかもしれないね、あんたたちもね、その時はね頼みます。それで1年、2年、3年、4年、5年生、来年も絶対出てください。お名前書いときますから。何を言う、何で学、来年出ないやったらゲーム没収よ、おじちゃん。また出らんばん。だけね、またね、来年の新学期になったらみんな会いましょう。俺出らんでいいよ。あかまし。皆さんお疲れさんでした。
はい、お疲れ様でした。2日間本当にきつかったね。で、でもね、君たちが一生懸命頑張って神様へ奉納踊りね、やって今日もね、上の出雲で4回ぐらいかな、全部まっすぐ上がってました。ゆうちゃんさっき、ね、写真撮ったけど、ね、これはね、やっぱり今松島さんも言ったけどね、日本棒って本当難しいです、ね、で昔これ北浦小学校で使いよったと。でさっきね、そこから持ってこいって言ってくれた白川さんってね、いらっしゃったとけど、その方に聞いたら北浦小学校で使いよった時にはそこの倉庫にある分の日本棒それを使ってたんですよ、ね、でこっちの方が多分もっとバランスとか取るの難しいですよって言われる、ね、それをね、君たちは26人プラス今日ね、助っ人もね、何人か来てくれてみんなの力でね、達成できました、成功しました、ね、本当にね、おじさんも君たちに怒鳴ったりしてね、ごめんね。でも全ては昨日今日このオーラうんちでね、奉納踊りするそのためにやってきました、ね、君たち本当にね、26人すごいねって思いました、ね、昨日もおじさん入ってからいろんな人から、知り合いからね、メールとか LINE とか入ってたんだけど、君たち見てからすごいですねって書いてあったんです、ね、これはやっぱり君たちが一生懸命努力した結果です、ね、今から本当ね、あの6年生、ね、中学校行ったり、ね、他の学年の子たちも、ね、また次にね、ステップ行くんだけど、このね、2ヶ月半ぐらい君たちがきつい思いして稽古してきたこと、これはね、大人になってから今は分からんかもしれない。でもね、一生懸命やってきてよかったって思える時が来ると思う、ね、きつい時こそ、ね、今からね、君たちが大人になっていく中できついこと、つらいこといっぱいあります。ね、おじちゃんたちも楽した方がいいとさ。でもね、きついこと、つらいことをそういうふうに乗り越えていけば、ね、きっとね、また次のステップに行けます。ね、で本当にね、みんなが頑張ってくれて、このオーラくんちにね、オーラコックでしょ、成功したと思います。本当にね、ありがとう。すみません、保護者の方、皆さんの本当に協力があってここまで来ました、私も中本さんと一緒で子どもたち結構怒鳴ったりしたんですけど、まあこの場で本当にお許しくださいませ。で、また来年ね、どうなるか分からんけど、松島さんも言ったように1年生から5年生までの子、一生懸命頑張ろう ねバルト、ね、人が泣かさる、ね、はい、じゃあ、ね、これで本当に終わりです、ね、最後、ちょっとみんなちょっと立ってよし、はい、胴上げするよ、胴上げ、胴上げ、みんな、ほっこりしてる、みんなで頑張ろう、よかったよかった、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 はい。
あとちょっと、ちょっと待って、もう一個聞いて、もう一個、今日手伝ってくれた、ほら、中学生の、来て、ごめんね、ちょっと来て、姫ちゃんと、トマト、高も、はい、みんな座ってよか、ちょっとごめんね、ちょっとだけ、ごめんね、ごめんもね、そうだよ、ちょっといいですか、何お前強制できた、ちょっと立石さんの誕生日とかドカンチョウかけた、はい。みんながでみんな少なかって急遽手伝ってくれました。一言ずつだけお願いします。はい、これから ありがとう。この人数で少なかったと思いますが、2日間よく頑張ったと思います。お疲れ様でした。最後綺麗に上げていたので良かったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私もこの人数で年々減っていってどうなるかわからなかったけど、この人数は、よく上がっていたと思います。急遽手伝わせてもらったんですけど、初め差し入れとしてこっちに来たんですけど、その時は人数少なすぎてこれ大丈夫かって思うほど、いや思ってたんですけど、まあ、今回綺麗にあげれてたしよく頑張ったと思うので以上です。最後挨拶だけあげ、みんな挨拶、最後の挨拶だけでね。あと今日みんなが最後ね、オーラずっと回れたとは、みんなのお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとかいろんな人が手伝ってくれたおかげね、スイムお弁当ね、本体ば作るとだってたくさんの人たちがしたし、財だってそうよ、手ぬぐいね、T シャツ、旅、ね、鉄鋼、前掛け、全部みんなお父さんとかお母さんたちがみんながね、練習終わって帰ってる時に手伝ってくれたおかげでできました。じゃあ最後、大きな声で挨拶して終わりましょう。はい、起立、一応大きな声で、はい、周り、全部向いて、はいはい、こっち向いて、全部向いて、向こう向いて、ほら、最後の挨拶はしっかりしようで、ね、ここは持ったぞ、お母さんですね、しようぞ、はい、3秒よ。寒い。お腹からぞ。お腹もうこれ以上出らんていうこと声出せよ。おっす。この俺の声。でかい声でぞ。気をつけ。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。あきなさまの健康とあとなんせ、はい、チーズ、準備でも、はい、ありがとうございます。最後はあれだ。